2016ベイスマスターエリート、レイク・ウィーラー、AL 優勝時、大森隆弘は、アメリカで活動している日本のバスプロ、バストーナメントプロと呼ばれ、アメリカのバス釣りトーナメントに参戦し続けている。東京都港区生まれ、父親の転勤に伴い、幼少時に愛知県と橋市へ引っ越し、魚釣りを始めた。九歳で初めて、ブラックバスを釣り、十五歳で、 ジュニアトーナメントに出場し、18歳で日本のプロトーナメントで優勝した。また、小学生から剣道を、中学生から囲碁道を習い、市内の数々の大会で団体戦のメンバーとして優勝した。その後、剣道、居合道ともに初段を取得している。愛知県立自習館高等学校を卒業後には、大学へは進学せず、本場アメリカで、 ブラックバスを釣るトーナメントで全米各地を転戦し、賞金を稼いで収入を得るバストーナメントプロになる計画書を作成し、その道を目指した。釣り具屋と飲食店でアルバイトをして、資金を貯めた後、21歳でアメリカへ渡った。渡米後、株カテゴリーのトーナメントに出場、入賞して徐々に賞金を得始めた。また、オフシーズンには、 フロリダ州にあるイムグアカデミーに10年ほど通い、メンタルフィジカル、栄養学などを受講し、勉強、トレーニングを続けた。下部のトーナメントを転戦して、入場を積み重ねた結果、ランキング上位になり、トップカテゴリーの BA、SS エリートツアー、FLW ツアーに昇格した。トップカテゴリーのトーナメントでも入賞を重ねた。渡米から12年後の2004年、 全米頂点の歴史あるトーナメントである第34回バスマスタークラシックを制覇し、昇進証明のバス釣り世界チャンピオンになった。バスマスタークラシックを含めトップカテゴリーのバス釣りトーナメントで通算8回優勝した。2019年も全米最高峰のカテゴリーであるバス釣りトーナメント ML 界バスプロツアーにスポンサーからの契約金、 トーナメントの賞金で収入を得ながら、参戦を続けている。1996 BA、SS ミズーリインビテシャネル、レイクオブザオザクス、m o 2001 BA、SS テキサスインビテシャネル、サムリバーン、TX、2001FLW ツアー、レイクマーチン、AL、2004ベースマスタークラシック、ラールワイリー、NC。 2005ベースマスターツアー、レイク徒歩、フロリダ、2005BA、SS オープン、レイクノーフォーク、アーク、2016ベースマスターエリート、レイクウィーラー、AL2018 ベースマスターエリート、レイクマーチン、AL。ありがとうございます。